イエーイ、イエーイ、ドライブ、ドライブ。今日どこ行くんでしたっけ。今日どこ行こうかね。ちょっと遠出をしてみたいと思いましてね、運転しております。楽しみだね。楽しみですね。トンネル暗いな。トンネル暗いね。二人は楽しい旅をするはずだった。しかしそれは恐怖の始まりでもあったのである。ナムさん、ナムさん起きて、ナムさん、ここどこ？え、何ここ？ここどこ？え、待って待って、ここどこ？どこここマジで？え、俺らドライブしてたじゃん。え、トンネル入ったのしか覚えてないんだけど。俺も寝ちゃった。なんで俺寝てんの？しかもここどこだよ？聞いたんだけど、ドライブしてる最中にトンネルに入って気づいたら気失ってて、そしたらこう山の中だったらしい。でなんか急に汽車の音が聞こえて、え、なんか聞こえない？やめてよ、やばいやばい、なんか聞こえた。聞こえる。え、やばいやばいやばい。え、あれ、なんか変な音聞こえない？え、やばいやばいやばい、どうするどうする、やばいやばい、逃げる、早く。早く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 。早く、マックマック、やばい、来た来た来た、やばい、来たって来たって、早く来た、逃げろ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 、早く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 。あぶねえ、マジ怖え。何あれ、顔だよ顔。顔、顔が襲ってきたよ。何なんだあの顔。超怖かったわ。怖かった、死ぬかと思った、マジ超あぶねえ。彼らはこの後無事に家にたどり着くことができた。あの出来事は一体何だったんだろうか。はいどうも、杉野です。さあ今日は、今日はどこに来たの？機関車トーマスです。機関車トーマス、機関車トーマスですよ。さあ今日は静岡県に、お邪魔しております。静岡県の、千頭駅、千頭駅です。金谷ですね。金谷、うん、で、トーマスフェア、なんか聞いたことあると思いますけど、それの今日はイベント来ました。この後もね、超走行シーンとかも、見てもらうんですけど、すごいです。1分の1です、1分の1。リアルです。リアルです。ちょっと顔怖いですけど。ちょっと顔怖いですけど、でかいけど。カメラ顔認証しますから。うん、相当リアルです。あ、もう映ってないね。うん、まあ、後ほどね、あれなんですけど。ね、あ、皆さんもぜひ来てください、このトーマスフェア。もう残り少なくなっちゃいましたけどね。そうそうそう、10月17日までだったな、確か。日にちが少ないですよね。そうそうそう、2日ぐらいしかない。そう、走る日と走んない日あるんで、ちゃんとホームページで調べてから来てください。予約はもう取れないみたいです。予約はもう取れないみたいです、残念ながら。僕たちは見に来ただけですね。取れなかった。で、650円ですね。今日8月18日にお邪魔しております。じゃあトーマスフェア楽しんでいくぜ、イエイ。すげえ、顔認証した。トーマスフェア。トーマ
すごい人。すごく元気で頑張り屋の機関車なんだ。みんなにたくさん楽しんでもらえるように高の人を渡して力を合わせて頑張るから、よろしく。元気にようこそ。みんなよく来てくれたね。気持ちもいいところ。ちょうどいい。はい、このトーマスの後ろに、何客車です。客車なんとシートが可愛いんですよ。可愛いよ。ちょっと今から中行って見てみたいと思います。行ってみよう。すごいです、可愛いです。シートなんか全部こんなトーマスのやつやって、こうなんか旗みたいなのありますよ。どうすかね、これ。いいっす、見てぇな。いいね。でもね、エゴがないっていうのはね。まあね。してや、寿司でいいか。狭いテントが。はい、皆さん、ゴミは必ず持って帰ってくださいね、こういうの。ひどいですよ、せっかく楽しんでるのにね。ひどいです。マナー守ってくださいよ。ゴミは持って帰ってください、自分のゴミは。登録登録クリック登録登録